こちら加藤武人、このスピードにぜひご注目ください。ジャンパー落ちました。オフェンスリバウンド、エチェニケです。サードに入れました。アイバナーカスがついている。パスに変えて大崎です。ブロックしたエチェニケ、加藤武人パス、そしてただ飛ばしてからサイドステップ、スリーポイント刃渡り落ちて、オフェンスリバウンド、アイバナーカスです。前田レオノールックで出すというところ。さあ加藤が奪っている今日2個目のスティールです。加藤武人のけぞりながら、加藤武人です。ちょっとファンブル、アイバナーカスがついている。パードン、リングした、パードンブロックした。テレンスキング、テレンスキングのブロックです。早い攻撃、タラタケシスリーポイント、タラタケシです。ここは音響を切ってブースターに任せました。菅野対大塚、菅野が空いた、ディープスリー、菅野、菅野に通った、菅野のスリーポイント、跳ね返ったボール、キングが取った。オフェンスリバウンド、ただリュウ・チュアンシンがいたんで諦めました。加藤から菅野、もう一本狙ってくる、2本目、エチェニケ、菅野です。菅野翔太、右のウィンから3本目、菅野翔太です。後半最初のプレーでもカットインを見せた千葉、それを封じた福島です。サラサケシワイドオープン、右のウィンからサラサケシ2本目です。加藤が切り込んでいく、加藤のスピード決めました。キャプテンのスリーがありました。こちらは一度飛ばせて、アイバナーカス、ティップインキング、サポートに来ていましたキングです。